そうですね、やっぱり3点、4点までは、ね、ワンチャンスなんですよね、そういう意味でもね、やっぱりこのあとの1点を渡さない、あとはもう打線を信じるしかないわけですからね、渡さない、点を渡さないことはしっかりとやっていこうということだと思いますからね。勝利の方程式の一角、8回この佐藤達也をマウンドに送りました。ここまで19のホールドポイントはパリーグのナンバーワン。今年は本当にこの人が8回を任せられるまでに成長しましたよね。そうですね。さあ打席、村田から始まります。ジャイアンツの攻撃です。148キロのストレート、打ち上げた当たり、レフト深谷が抑えました。なんといっても球の力ありますよね。今シーズン自己最速の153キロまでスピードを伸ばしています。この150キロ、亀井が少しタイムを要求します。前回の東京ドームでのジャイアンツ戦でも2つのフォアボールを出しました。しかし最後ツーアウト満塁から長野を空振りの三振に切って取った。この佐藤、打ち上げた打球、伊藤が追いかける、少しボールが戻ってきて、亀井はキャッチャーファールフライ。誰もが一発長打があるという、いや本当怖い打線ですよ。7番、ね、8番、9番と思えないね、はい、この並びになっていますが、さあそのジャイアンツの重量打線に対して佐藤、真っ向勝負でツーアウト。あ、そして沢村が8回のマウンドに向けてピッチング練習を開始しています。決め変化球から入っています。まあ、本当に向かっていくっていうかね、ミットにめがけてほっと腕をシュフラに振っていきますから ね、 ねえ。さあ小笠原ファースト、入れ方一塁はアウト。8回の男佐藤達也がしっかりしのぎました。オリックスこの試合初めて三者凡退のイニングを作っています。